本日の動画はチャイがね撫でられてるだけっていう動画なの。こんな動画見るのかしらって思ったんだけど、チャイラーの皆さんがねどうしてもこういうの見たいって言うから、あんまり乗る気ではないんだけど、チャイラーの皆さんのためだし仕方なしにやるという決断に至ったの。チャイもねもうチャイラーの人たちには甘いから、こんなスタッフさんの下手くそマッサージもう仕方ないじゃない。ん？え、前からも撮ってたんだよね。 NHK さんかしら、情熱大陸さんかしら。かりんちゃんはともかく、チャイはどんどん人気になっていく。それがチャイの定めなの。あ、それは失礼。それではミフィちゃん入ります。なんか外うるさいよね。お、おすんすんおすんすん、これはニンニクの香り。うくん、やばい、あのニンニクとはまた違った香ばしい香り、あれは一体何だったんだろう。うん、店のニンニクチャーハンが食べたい。ああ、また名古屋行かなきゃ。やっべ、スタッフさんのなんか落としたよ。何落としたんだよね。もう頬ずりしてきた。おー下手くそ、自分でマッサージうまいと思っちゃってるから怖い。それやめなさい。首絞めないで。もうチャイラーのため仕方ない、我慢しましょう。
さりげなく手を触ろうとするのやめなさい。もうどさくさに紛れて。たまには押し入れで寝るのも最高だぜ。ちょっとドラえもんの気持ち分かったかも。カーリーちゃん、ちょっと撮影中なんだから静かにして。カリエモン、あ、ごめん、デブエモン。ぶっ飛ばされたいのかな。ごめんだよ。やだ、あの人本当にもう。はい、続けましょう。なんだ、カリンちゃんのヒップホップダンスか。
まだ見てる人いる。さあ、これぐらいにしておきましょう。あ、もうやだ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 、メロンメロンメロン、やだもうメロン。はい、終わりにしましょう。あ、急用を思い出した。今回のマッサージの評価は下手くそマッサージ。ファーイ。ファーイ。